おはようございます。速稼塾の久保です。今回はですね、マスクのことについてちょっとお話ししようかと思うんですけども、まあ、私はですね、今までマスクを随分皆さんにお配りしてきました。前回は一応最後になりましたけども、お一人ね、30枚ぐらいをめどにレターパックで100名ほどの方に、発送させていただきました。まあ、ですので30枚で3000枚ぐらいね、放出したわけなんですけども、もちろん送料込みで無料なんですけどもね。まあ、マスクがないよないよって言ってる方も、まあ、もちろんいるのも分かるんですけども、あるところを見ればあるんですよ。ないところを見るからないんですよ。だからここはね、ちょっとね、説明しにくいんですけども、どこを見てるか、どこから情報を取ってるかによって、このね、マスクの格差ってのも出てくるんですよね。まあ、まずはマスクは別に買わなくても、なんですか、ハンカチとかタオルで作れますんでね。だから購入しなくちゃマスクはないっていう風な先入観から打ち砕いていかなくてはならないんですけども、まあそうは言ってもね、購入する1枚数十円のマスクがどうしても欲しいんだって方ね、今回ね、ちょっとまあ転売屋さんがどこで仕入れてるのかってことをちょっとお知らせしますよ。よろしいでしょ、それで。あとは自分で探してください。でこういう風にどこで情報を取ればいいのかってことを知っておけば、何が来ても別に怖くないんですよ。品枯れとか品薄に対応もできますしね。あとね、まああんまりやってほしくないんですけども、入手したものをリザイアをつけて売るってことも、要するに高額転売屋さんと同じことができるんですよ。ぜひ進めてみてくださいって。転売はね、ものによってはしないでください。勝手に品薄状態を作って、でふっかけていくみたいな、そんな泥棒みたいなことしなくてもいいんですよ。ちゃんとね、皆さんに喜ばれて儲かるものって見つかりますから。ではちょっとお話しますね。ちょっと文章にまとめたのも読まさせていただきますね。ツイッターなんですよ、使うのは。ツイッターでいいですか、こういうのをチェックしてください。定価、入価、イルカちゃんっていうの、そういうツイッターアカウントがありますんで、そこをフォローしてください。定価、入価、イルカちゃんですよ。なんかちょっと変な名前でしょ。検索してもなかなか出にくいと思うんですよ。これピンポイントで検索ができないと思います。次はですね、ラビット特価入荷情報です。ラビット、まあウサギみたいに早いってことなんですよね。ラビット特価入荷情報、こういうふうに、ね、ツイッターアカウントをフォローしてみてください。それでね、自動購入ツールってのをそれに組み合わせるとさらにいいのかなと思います。せっかくツイッターフォローして見に行っても、その時には他の人が買っていて売り切れってことも当然考えられますんで、自動購入ツールだったらいいでしょ。なんか入荷があったらすぐに自動購入してくれますから、あなたの手間はいらないってことなんですよ。まあどういうふうに設定するのか、あとはもう自分でやってください。ショップディングドングね、ショップディングドン、こちらの方を使ってダウンロードして使ってみてください。あとね、ラクブラっていうのもあります。楽ブラね、楽にブラとできるやつですね。こちらね、無料版と有料版があります。まあ有料版使えばいいんじゃないですかね。まあ無料版でもいいんですけども、何でもかんでも無料を期待すると、かえってね、出費がかさみますよ。だからある程度の金額は情報を伝えてくれた人とかに必要なんだなと思いながらね、やってみてください。まあ私は伊達と水郷でこうやって無料でお伝えしますけども、当然今回のような情報ってのは高額塾に入らないと教えてくれないことばかりですからね。で私みたいな存在、ちょっとね、高額塾売ってる人にとってみたら邪魔かもしれませんけどね。まあそういった形でございます。他にもね、なんかね、いろいろとお話したことがあるんですけども、どうしようかな。まあそれはまた今度お伝えしますね。ということなんで、今回4つのなんかお知らせをしましたんで、定価入荷イルカちゃんとね、ラビット特価入荷情報ね、こちらの方と、あとツールとしてはショップディングドングとラクブラを使ってくださいってことをお伝えしましたんで、あとは自分でやってください。私の方にもうこれ以上問い合わせしないでくださいね。あとは自分で考えて言ってください。もう手取り足取りではないですからね。でよろしくお願いします。では失礼します。